週末は天気痛に警戒が必要です。天気や気圧の変化により体調に変化が出る天気痛。毎日決まった時間に起こる大気潮汐と呼ばれる気圧変化の変動が通常よりも大きくなることに加え、週明けにかけて秋雨前線が通過して気圧が大きく変化することから、天気痛の影響を受けやすい方は注意や警戒が必要となる予想です。フェザーニュースがユーザーからのフィードバックを重ねて検証を行った結果、天気や気圧の変化が通常のパターンからずれた時に天気痛を感じる方が多いことが分かっています。晴れている時よりも曇りや雨の日になると頭痛や関節痛を感じやすい方は要注意です。ウェザーニュースの天気痛予報の中では、天気痛が発症するリスクを6日先まで、警戒や注意などという4つのランクで表示しています。今日明日については3時間ごとの天気痛予報と天気、気圧の変化も確認することができます。週末、特に日曜日は警戒レベルとなっているところが多くなっています。ご自身の体調変化などのパターンと照らし合わせて、天気痛の発症する前に予防するお薬やマッサージなどで対策をしてみてください。以上、週末の天気痛についてお伝えいたしました。